少し先にあった公衆トイレを見つけてノンが先に歩いていく。え、やっぱ男性だよね。なんか男性な感じするよね。言葉遣いもそうだけど。お疲れ様です、ムービンです。今回からこちらのレディーブルーのゲーム実況させていただきたいと思います。こちらですね、フリーゲームとなっておりまして、皆様ねダウンロードしてプレイできるゲームとなっておりますので、もしねムービンの実況を見ている途中で、あーこれ自分でプレイしたいなって思ったら、ぜひね自分の手でダウンロードしてプレイしてみてください。よろしくお願いします。早速ねタイトル画面に可愛い女の子映っているんですけれども、作品のあらすじとしては、可愛い彼女とバレンタインデートをするらしい。ただ今日というか、この、まあ、プレイ始めたタイミングかな、その日当日では彼女の様子がいつもとなんか違うみたいな展開らしい。ちょっと不穏なタイプぽい。前知識これぐらいしかない。ちなみに分岐なしらしいので、本当に皆様自分の手でプレイしたい場合はすぐさまブラウザバックを推奨いたします。はい、よろしくお願いします。というわけで早速スタートですね。今のところ BGM がないけど、ないゲームなのかな。はい、お花ですか。ムスカリ、学名ムスカリ、ツルボアカムスカリ属植物の総称。なんか後半まで全部なんかなまっちゃったけど、ね、ツルボアカってのがあるんだね。ツルボカじゃなくてツルボアカなんだね。うん、ムスカリ属植物の総称らしいです。はい、ギリシャ語のモスコスかなが、名前の由来としており、蛇行のことである。蛇行聞いたことあるな。うん、小さな花が連なる様子がブドウの実に似ていることから、ブドウヒアシンスの別名を持つ。あ、なんかまた特殊な、おい、びっくりしたい。ごめんなさい、音量調整をしてなかったので、はい、BGM ないと思ってたんですけど、ありましたね。ちょっと待ってください。私の耳に聞こえる音声をちょっと小さくします。あと動画の音声もちょっと小さくします。すいません。セリフとか入った場合、この BGM よりもすごい大きくなっちゃいそうなんで、今下げました。はい、こちらの音声で、編集中のムービンさんもこれでうまく編集してください。よろしくお願いします。はい、というわけでやっていきましょう。ごめん、待ったっていう。おシステム音もなりますね。おい、よう、お、かわいいね、この女性。で、私がね、この画面に入る前、BGM でびっくりしちゃったんだけど、その前に言いたかったのは、なんか特殊な画面だね。まあ、サイズがさ、昔の従来の、フリーゲームの画角なのは、まあ、普通かなと思うんだけど、なんかキャラクターが左側、絵が左側に映って、右にテキストってあんまり見ないね、他のフリーゲームでも。おう、で、これが彼女なのかな。ようって言ってますね。別に待ってない。俺が早く来てただけだ。女性だよね。もしかして男性だったりするのか。え、でも分かんないな。胸の位置がさ、ちょっと下目だけど、ちょっと膨らみあるように見えんだよね。だから女性だと思うんだけど、男性なのかな。うん。でも一人称俺なんだね。どうでもいいからさっさと行くぞ、もやし野郎。めちゃめちゃ口悪い。もやしじゃなくて僕、米なんですけど、おにぎり野郎なんですけど、ちょっと植物と一緒にしないでください。おにぎり系の VTuber っていうことでキャラ付けさせてもらっているムービンと申します。よろしくお願いします。今日はバレンタインデートなんだろ？そうだね、バレンタインらしいですね。ん？なんか、のんさんっていうのかな？なんか、のんの様子がいつもと違う。いつもと違うんだ。僕はさ、プレイしてる身だから初対面だからさ、わかんないんだよね。ただ彼氏さんには、主人公さんにはちょっと気づく点があるみたいですね。今隣を歩いてる女の子は朝倉のん。1年前から付き合ってる僕の彼女だ。あ、じゃあ女性なんだね。もともとは同じ小学校で知り合って、ひょんなことから再会して今に至る。いつもはもっとふわふわしてるというか、こんな乱暴な感じじゃないんだけど。あ、もやし野郎とか言わないタイプなの。うーん、一人称とかも俺じゃないのかな。いつもとはって書いてないけど、いつもはっつってるってことはかなり乖離があるのかな、普段ののんさんと。でものんはその日の気分でコロコロ態度が変わるから、今日もそれなのかもしれない。うーん、そういう人なんだ。はあ、そこら中にカップルが溢れてやがる。バレンタインだからってどいつもこいつも浮かれやがってよ。
ノンの言う通り、すれ違う人たちにはカップルもそこそこいる。まあ、バレンタインだからね、ついついイチャイチャしちゃうんじゃないですか。とか僕らもデートしてますよね。あんまり人のこと言えないんじゃないですか。はい、2月14日という日の特性上、それは仕方のないことだろう。理由をつけて交尾したいだけだろうが、めちゃめちゃ言うやん。めちゃめちゃ言うやん。交尾って生々しい言い方だな。なんかセックスよりも生々しい言い方やな。だいたい俺は甘いものが嫌いなんだよ。それなのに今日は街中至る所から甘ったるい匂いがしやす、甘ったるい匂いがしやがる。あれ？様子がおかしいね。あれ？前は甘いもの好きって。ああ？てめえの気のせいだろ。そういうどうでもいいことは覚えやがって。のんが小さくため息を吐く。僕が読むと男性になっちゃうね。どうしよう、何か気に触ったかな。その髪飾り可愛いね。急に容姿を褒め始める。これ悪臭じゃない？大丈夫？これが、あ、右上のこれね。あ、さっきのムスカリか。最初に冒頭に出てきたムスカリか。飾りんとこはムスカリっつう花らしいぜ。いいセンスだろ。にしても思ったより人が少ないな。大都会のど真ん中だってのにこんなもんなのか。あ、平日なんだ。まあ必ず土日ってわけじゃないからね。あの2月14日平日だからじゃない。あ、今日うちの高校は創立記念日なんだけど、のんは中学は大丈夫なの？あ、中学生？今2人とも中学生なのかな。小学校の同級生って話だった気がしたんだけど、これバックログないのか。あ、バックログないね。学校さあ、そんなことよりなんか食いたくないか。学校行ってないのかな。もちろんおごってくれるんだろ。もちろん。これ男性から出しましょうね。お、ちょうどよくラーメン屋があるじゃん。のんがラーメン？あ、ラーメンいつも食べないの？なんかだいぶ様子がおかしいみたいだね。この主人公から、主人公視点だと。何があるんだ？いつもおやつだけで満腹なくらい小食なのんか？え、それはおかしいね。もうお腹いっぱいみたいな感じのタイプには全くもともと見た目から見えないけど。でも前の姿とか知らないからな、僕は。どうしたんだろう。あ、エンターキーじゃなくて選択肢クリックしないと。メガ盛りマックスチャレンジだと。1時間以内に食えたら3万円らしいぜ。早速入るぞ、もやし。な、こんな感じだよね。あ、僕はさ、男性だからこういう男性の声になっちゃうけどさ、行くぜ行くぜみたいな感じだよね。見てるだけでお腹いっぱいになった。あー、食った食った。てめえにおごらせるつもりが3万儲けちまったな。あ、食えたんだ、すげえ。あー、久々に腹いっぱい食べた。そこ段差あるよ。あ、優しい主人公。はあ？あれ？気づいたのに？気づいたつか言ったのに。言うのが遅えんだよ、クソが。ごめんごめん。僕の手に捕まって。かっこいい。あー、でもダメだったあんまり刺さらない。自分で立てるわ、アホ。あざ？ん？どうしたんだ。悪態をつきながらもノンは僕の腕を掴んで立ち上がった。腕を引いた時、袖の隙間からちらりと青紫のあざが覗いていた。ノンはよく怪我をしている。怪我？不穏な感じになってきましたよ。前に心配で訳を聞いたら、中学では運動部に入ったからそれでよく怪我をすると言っていた。頑張ってるんだな。頑張ってるのか。虐待とか受けてたりしないですか。そういう方向性考えちゃうけどね。いつまでも気安く触ってんじゃねえよ。ノンがペシッと僕の肩をはたいた。さっき握ったノンの柔らかい手の感触がまだ残っている。ノンは相変わらず羽のように軽かった。女の子ってみんなこんなもんなのだろうか。おい、すりむいた。ノンが手のひらを見せてくる。転んだ時に手をついて地面にこすったんだろう。ノンの手のひらには薄口がにじんでいた。痛そう。あそこの便所で洗ってくる。少し先にあった公衆トイレを見つけてノンが先に歩いていく。え、やっぱ男性だよね。なんか男性な感じするよね。言葉遣いもそうだけど。そっちは男子トイレだよ。はあ？ああ、そういえばそうか。え？なんだ、入れ替わってるってこと？弟とかが入れ替わってるみたいな、そういう展開か？やっぱりノンは少しぼんやりしてる。こういうところは放っておけないんだよな。え？
いやー、差分がないから分かんないな。多分男性なんだろうな。でもなんで普段のその女性じゃなくて男性なんだっていうところだよね。で、あざもあるんでしょ。なんなんだろう。まだ時間あるし映画でも見る。今日のためにこの付近の映画館もノンの好きそうな映画もリサーチしてある。映画どうでもいいよ。今日はなんだっけ、あの光るやつ。そうだ、イルミネーション。それを見に行くんだろ。早く行こうぜ。イルミネーションだから夜しか見られないよ。ん？冗談だよ。え、どういうこと？イルミネーションを知らないってこと？どこかで時間を潰すか。満喫でも行く？漫画喫茶か。あ、夜になった。綺麗だね。夜になってやってきたイルミネーション。ノンはじっと輝きを見入っていて、隣の僕なんて眼中に入っていないようだった。ほんとか？眼中に入ってないのか？もっと派手なもんかと思ったが、案外こじんまりとしてんな。こんなの電球がピカピカしてるだけじゃねえか。淡白な感想。すげえ男性っぽいね。ちなみに僕、家内がいるんですけど、家内とイルミネーション行った時は、僕は、うわ、すっげえ綺麗ってはしゃいでたんですけど、家内は、なんか、もう別に光ってるだけって言ってましたね。まあ女性でもこういう反応をするパターンは、ないわけではないですね。はい。どうしてわざわざこんなのが見たかったんだ？もしかしてあんまり楽しくない？ん？別に、楽しいんじゃねえの？よし、ほんとか？今しかない、言うんだ。今日言うって決めたんだから。あ、なんだよ、急に黙り込んで。腹でも暮らしたか？告白してないってこと？付き合ってるわけじゃなくてデートしてるだけってことかなのかな？ノン、今日は言いたいことがあるんだ。言いたいこと？もし第一志望の大学に受かったら、あれ？中学じゃなかったっけ？あれ？同級生ってなかったっけ？僕の気のせいかな。だから今高校じゃなくて中学なんだと思ったんだけど。大学にいたら一人暮らしするつもりなんだ。ノンに一緒に来てほしい。ノンが目を丸くする。驚いて当然だ。今までこんな話をしたことはなかった。でもしばらく前から考えていたことだ。もちろんすぐにってことじゃなくて。本気なんだ。ノンと一緒に暮らしたい。どうかな？どうなる？ノンさん。遅えよ。え、どういうこと？もし昨日それを。あ、もう全部が遅い。え、それってどういう？気安く触んな。どうしたの？一瞬何をされたかわからなかった。地面に蹴り倒されたと気づいた時には、ノンの足が僕の胸を踏みつけていた。なんで？息が苦しい。可愛い年下の女の子と付き合って楽しかった。毎日ラブラブデートして、しかも簡単にやらせてくれて、鼻の下伸ばして楽しそうだったな。どういうこと？てめえは飛んだ期待外れだったよ。やっぱ違うんだ、ノンさんじゃないのか。こいつのノンのどこが好きだった？どこを見てたんだ？平日でもういつでもデートできて、友達の影もなくて、そんで知り合ったばっかの男にホイホイついていく。夜になっても家にも帰りたがらない。ほーん。家族の話を一切しない。よく怪我を作ってる。お前がちゃんとこいつを見ていれば気づけたはずだ。え、誰？じゃあノンさんじゃないんだよね。多分ノンさんじゃない人が来てるんだよね。弟さんとか家族の人なのかな。お前が傷ついてやれなかったからノンはいないってことなのかな。今は死んでるってこと。ノンはお前に助けてほしかったんだぜ。あいつは本気でお前のことが好きだった。え、どういうこと？俺はノンが小さい頃、母親が死んでからはずっと一緒だったけど、お前と付き合い出してからは俺が出てくることも減ってたんだ。お前といる間は親父のことも家のことも自分のことも全部忘れて年頃の女の子でいられた。バカだよな。でもさ、女の子が年上の王子様に夢を見るのって結構普通なことだよな。はあ。俺たちはこれから遠くへ行く。二人旅さ。どこまでもずっとずっと一緒に。ってのは指摘すぎるかな。え？どういうこと？死にに行くんですか？
具体的には金の続く限りバスにでも乗って、その後は気の向くままって感じ。てめえに会うことはもう二度とない。さようなら、今までありがとうございます。私たちお別れしましょうねってこと。どうして？どうして？さあな、どうしてこんなことになったのか俺にもわかんねえよ。今後どっかで見かけても声かけんなよ。その時に俺だったら無事で済まないかもよ。え？二人旅って言うってことは家族なんだろうね。双子の弟とか兄とかなんじゃないか、多分。で、こっからなんか親から暴力を受けてて、お父さんかな多分。お父さん、お母さんが死んだって言ってるから、お父さんから暴力を受けてて、あの逃げ出すような流れになったと。で、今告白して一日遅かったって言ってるってことは、ノンさんに何かがあったか、もうだん親父が原因だとするなら男性恐怖症になってしまったとかか。それか今この場でこのノンさんだと気づけな、ノンさんじゃないことを気づけなかった主人公にノンを渡したくないと思ってんのかな、この人は。あ、そうそう、ほらよ、ノンがお前に作ったバレンタインチョコ渡すのが俺で悪いな。ノンはまだ昨日のことで混乱してるから、せいぜい味わってくれよ。じゃ、え、次のニュースです。ああ、そういうことね。お父さん殺しちゃったんだ。だから一緒にいられないんだ。なるほどね。14日未明、バツバツ市バツバツ町の住宅街で、自宅のリビングで殺害されている朝倉雄三さん47歳の遺体が発見されました。遺体には無数の切り傷が見られ、自宅からは金品が盗まれているとのことです。警察は怨恨と強盗の2つの線から捜査を進めています。また朝倉さんの一人娘、あ、じゃあ、あの男性は何だったんだ。二重人格とかか、それか。どうなんだろう。そんな顔似てるなら家族だと思ったんだけど、二重人格なのかな。朝倉さんの一人娘、朝倉のんさんの行方が現在わからなくなっており、警察は行方を追っています。うわ、ここで思い出出してくんの、やめてくださいよ。ねえねえ、今日で付き合って1週間だね。短くない、記念日なの。今年はもうバレンタイン過ぎちゃってて残念。来年のバレンタインはもうすっごいチョコ作るから。だからノン以外の女の子からチョコもらっちゃダメだよ。バレンタインの日は2人でデートして、夜はお泊まりもしようね。ノンすっごい楽しみ。なんだろう、この多分ムスカリが鍵なんだろうね。花言葉で最後締めくくってくんじゃない。見ていきましょう。ムスカリ、学名ムスカリ、ツルボ赤、ムスカリ属植物の総称、うん、ギリシャ語のモスコスかな、モスコスを名前の由来としており、蛇行のことである、うん、小さな花が連なる様子がブドウの実に似ていることからブドウヒヤシンスの別名を持つ。花言葉は明るい未来、失望など。二人いるけどな。いるよね、この画面で今二人いるよね。でも胸あったな、やっぱり。二重人格か。はい。終わりましたね。どうだったんでしょう。おまけまで見ちゃうと、多分おまけって大体フリーゲームダメだったりするんですよ。一応、リードミーとか、ゲーム実況 OK タグから、いろいろチェックしたところ別にダメってところないんですけど、おそらく二重人格かな。そしておまけが見たい方はぜひね、ダウンロードしてプレイしてみてください。よろしくお願いします。この後僕はね、おまけを僕一人で見ちゃいますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで考察のしがいがあるレディーブルーでした。皆様またどこかのゲーム実況でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。